デラックスのポケスタと同じことになった2つの空中台座と中央に門戸の装飾があるステージ。以前の動画でもちらっと触れたがポケスタ1よりもわずかに広く台座の位置も少し高い。ポケスタ1より照明が強く配色も異なる、背景の作りも豪華で透明感のある雰囲気。背景のスクリーンは半透明でベゼルレス。ポケスタ1同様プレイヤーの情報を映したり特定のキャラをアップで映したりする。左右には6つのサブモニター、モンボかスタジアムを遠目に映すだけ。背景の街並みではサーチライトが照らされている。一同様しばらくするとアラートが鳴りステージが変化する。変化する地形は電気、氷、地面、気候の4タイプ。電気、では左右にベルトコンベアが設置され、止まっていると外に流されてしまう。流れる速度はあまり速くはないが地味に出まで駆け上がりはしづらくなる点も注意。うまく使うと攻撃をキャンセルすることも一応できる。背景は発電所のような趣でエレキブルや磁場コイルの姿も見える。氷は端以外の床全体が凍って滑るようになる。左右にある空中台座も漏れなく滑る。滑りながら攻撃することもできるが転倒もしやすくなっているためダッシュは禁物。中央の小屋の中には雪わらしがいる。小屋にはカレンダーや猫のポスターが見える。小屋の右には釣りをする雪だるま、そして雪かぶりが見える。飛行、はステージ全体に上昇気流が吹き荒れる。この間はジャンプ力が大きく上がり落下速度は緩慢になる。風があるのはステージ上だけだが場外でも有効で復帰の弱いキャラには恩恵がでかいかも。背景は風力発電で見られるようなブレードが回っている。背景にはヤームド、不安定、羽根っこがいる。風力発電に不安定ということは元ネタは大パっぽい。地面、は砂山と岩山の見えるステージ。砂山は左側は登れるが右側は壁になっている。あとは空中台座が複数あるだけでギミック的には一番おとなしいステージ。砂山の前にはスコップや猫車が見える。岩山の手前にはダズトリオ。岩山の手前や中段に化石のようなものが見えるので採掘現場がモチーフか、上段ではカラカラが骨をジャグリングしている。方のポケスタに、例によってテクスチャは同じだろうが雰囲気がだいぶ変化している。色合いが淡くなっており背景もだいぶぼかしが効いている。X はコントラストが強すぎて見づらい側面があったので調整したと思われる。各タイプのギミックも色合い以外大体 X と同じ。一部ポケモンのサイズが変わってたりはする。ステージ変化までにかかる時間は X より少し長くなった。スペシャルのポケスタに、X ほど眩しくなく方ほど淡くもなくちょうどいい感じ。観客席などはむしろ X より明暗がはっきりしている。背景のスクリーンはサイズが大きくなっている。電気、発出感がリアルになったがところどころ錆びついており年季を感じる。ベルトコンベアの流れる速さが変わったり停止したり向きが逆になったりするようになった。スペシャルのエレキブル、両手で拳を突き合わせた後に方向する。磁場コイルは画面内を飛び回るようになる。氷の質感が変わったが大きくは変化なし、台座は氷の板だったのが覆うような形で氷結している、雪わらし、雪かぶり、雪だるまもあまり変化はない。小屋の中が暗くなってはいるが内装は多分変化なし。気候、中の機械が全体的に青い。前作までと同様ジャンプ力は上がるものの落下速度はそこまで減少しないため影響は少なくなっている。不安定。羽根っこ。エアームドは磁場コイル同様飛び回る。地面、土の質感がすんごい。岩山も陰影がよく効いてる。ギミックとしては X とほぼ差はない。ダクトリオは目つきが柔らかくなっている。カラカラは頭蓋骨が大きめになったか。ステージは約30秒ごとに変化し歴代で一番移り変わりが早い。満月をバックにそびえ立つ怪しげな屋敷。パッと見は原作そっくり。手前に井戸があったり。外装に苔が生えていたり、3階手前にベランダが追加されていたり細かな違いはある。あと乱闘用ステージなので仕方ないのだが、原作よりだいぶサイズが小さい。屋敷の中に入ると中が透過され内装が映し出される。中央には最初に見るエントランス。上下左右には原作進行上で立ち寄る部屋が4つ見える。左上はベビーラの幼児部屋。原作と違いボールはない模様。左下は1階の台所あたりがモチーフだろうか。水道を吸ったらエレメントが出てきそう。右上はパパーラの書斎。本棚や暖炉はオミットされている。右下はどこか不明。カーテンは隠し部屋などにあるやつに近い。壁画は初戦闘での印象が強い。ちなみにどの部屋もドアがなくエントランスから繋がっていない。地形的には3階、2階、1階の3段構成。2階のすり抜けは中央のみか。1階には小さい空中足場も2つある。屋敷外の移動する足場は定期的に出たり消えたりする。とにかく狭いため1階は特に死にづらい。このステージ最大の特徴は柱を攻撃して屋敷を壊せること。壊れる瞬間テレサが逃げるような演出が入る。柱は4つなので合計4箇所壊せる。下3つは上が壊れないと絶対壊れない。壊れた部屋は家具が倒れたりしてて細かい。屋敷が完全に壊れると左右の足場以外は何もないシンプルなステージになる。が一定時間経つと何事もなかったかのように屋敷が地面から生えてくる。もともと影も形もなかったところに急に現れた屋敷なのでこういう復活の仕方でもおかしくはない。フォーノルイマンはほぼ同じなので割愛。グラから屋敷の再生時間まで多分全部同じ。
スペシャルのルイージマンション。屋敷もさることながら背景の月の美しさもやばい。ドアの装飾が平たい感じになっている。エントランスは X になかった原作のろうそくや壺が追加されていて再現度アップ。ベビーラの部屋、ちゃんと暗い中で照明が効いてる感じになっている。パパーラの書斎、暖炉に本棚も追加されて再現度アップ。台所は流しやオーブンに光沢が入ってメタリックな仕上がり。食器棚にあるフードと書いてある食べ物、派原作にもあるがデザインが変わっている。右下の部屋、ここは一番変化少ないかも。額縁が少し高級感で高、柱の耐久も多分同じ。壊した後の部屋はほとんどかぶり、より悲惨な感じに。壊した時に出てくるテレサはほぼデザイン変化なし、全開してから復活するまでにかかる時間もほぼ変化なし。ギミックオフにすると屋敷を壊せなくなる。チーズテレサを捕まえれば消えるのだろうか。ここからスタート。天井のシェルターが開いていくのは X の初公開ムービーを思い出す。格納されていた冬足場がせり上がり警報が表示された後ハンバードと同時に発進。その時足場の外にいるとそのまま置いていかれて即死の可能性もあるため注意。飛び立った後ハンバードは翼を広げ赤い雲海の中を飛行する。ファイターは基本的に手前の冬足場で戦う。一定時間が経つとハンバードの甲板に冬足場が着艦し下の足場が収納される。背景には原作の2連飛行やアームがありプレイヤーめがけてランダムに攻撃してくる。上飛行のヘロヘロ弾は弾速は遅いものの食らうと20から30% の大ダメージ。下飛行のレーザー砲は発射前に照準がプレイヤーを追いかけてロックオンする。照準を確定させてから発射までラグがあるので動いてれば当たらないがフルヒットすると 42% もの大ダメージ。レーザーは縦に深いので上の台座に照準してても下まで届くので注意。ただ X なのでブラシで抜けられる。アームはおもむろにステージ上をゆらゆらした後にファイターの誰かに突きで攻撃。他2つより弱いがモーションが地味で避けづらい。中央からの無抵抗マリオ撃墜は 00 弾 102%、 レーザー砲 74%、 アーム 134%。 レーザー砲はフルヒット時なので最終弾のみならもっと弱い。その後冬足場がハルバードから離陸しまた一定時間飛んだ後ハルバードに着艦するの繰り返し。格納声は戻らない。ハルバードのデザインは原作とだいぶ異なる。全体的にスリムで縦長になっている。 X5 のウルトラスーパーデラックスなどのハルバードはスマブラデザインを逆輸入している。フィーレン飛行は横から見るとこんな感じ。原作より走行の割合が大きいか。棒のハルバード画質はいかやく。飛行ギミックでのムエム撃墜はヘロヘロ弾 106%、 レーザー砲 78%、 アーム 138% とおおむね X と同じ。レーザー砲は相変わらずブラシで抜けられる。スペシャルのハルバード、格納庫内部の書き込みが増えている。備品が増えたか。離陸した後の雲海の景色も X とは段違い。ハルバードも質感がだいぶ変わっている。選手のマスクは金色が強調されている。左右のウィンジにはトゲの根元に丸いパーツが追加されている。フィーレン飛行は金属感が増したがデザイン自体は X からあまり変化なし。ヘロヘロ弾はダメージがやや上がりベクトルが高くなった。レーザー砲はロックオンしてから発生までが遅くなったものの威力は過去最高で迂闊にガードするとブレイクしてしまう。まあぶらされるんですけどね。こういうの治らないの珍しいかも。アームは攻撃時に回転するようになり攻撃力が 1.5 倍に増加。これもまたベクトルは上に。ムエム撃墜はヘロヘロ弾 145%、 レーザー砲 63%、 アーム 82%。 演出が変化しただけあってアームはかなり強力になった。